茅ヶ崎市議会議員の長谷川由美です。今日はですね、私がずっと追っています動物愛護の問題っていうか、あんまりね、なんていうのかな、愛護っていう言葉はあんまりしっくりしてないんだけど、その命をどう扱うかっていう問題だって私は思っているんですが、動物の命をどう扱うのか、そして命全体をどのように扱うのかっていうことを、どんな風に人が考えていくのか、町がどのように取り組んでいくのかっていうような視点から考えております。で、その中でこちらです。じゃあ、茅ヶ崎市保健所政令市移行基本計画素案というものが、先日の全員協議会という議会、なんて言ってるのかな、市議会の本会議とかね、議会の会議っていうのの仲間の一つなんですが、全員協議会、全部の全員の市議会議員が集まりまして、月に大体1回ぐらいずつ開催をされます。その中で、議案になる前のこのような計画がこのように進んでいますよであるとか、この次の議会に今度は出すための準備をしているこんなものがありますとか、こんなことが成立をしましたとか、そういう報告がされたり協議がされたりするのが全員協議会です。そこでこの案が提示を、素案が提示をされました。で、この中でですね、最初の画像に行こうと思うんですけれども、はい、茅ヶ崎市保健政令市移行基本計画素案の中の第5っていうところに施設の活用などっていうのがありまして、そこにその他の施設のカテゴリーの中に、ま、括弧2として犬の交流処分施設というのが記載がされています。犬の交流施設は狂犬病予防法により交流した犬を収容するために必要な施設ですが、犬の一時的な交流施設を除き、先進の保健所政令市と同様に捕獲は民間に、交流処分を神奈川県へ業務委託する方向も含めて検討協議を進めていきますという基本方針が茅ヶ崎の方から、ちょっと大きいですね、という方針が茅ヶ崎市から提案をされています。で、この中の先進保健所設置市っていうのが何かっていうと、神奈川県内でいうと横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市になります。保健所っていうのは、神奈川県の基本的に仕事なんですね。なので、茅ヶ崎市の場合は今市が保健所は持っていなくって、神奈川県の保健所は茅ヶ崎市にあるということになります。で、横浜市や川崎市や 横須賀市っていうのは、横浜川崎は政令市なので、その県の仕事を市の仕事としてやってるんですね。で、横須賀については中核市といって規模が大きい市で、なおかつこの保健所を横須賀市でやるよという意思を示して保健所を持っているので横須賀市がやっています。で、藤沢市も同じようにやっているんですけれども、ここで色が違う相模原市と藤沢市はやはりこの茅ヶ崎市が、目指し、提案をしているように、この交流処分を神奈川県へ業務委託するという形で動物愛護センター、動物保護センターというものを展開をしているんですね。で、茅ヶ崎市はやっぱり、ここに書いてある通り神奈川県の動物保護センターの方にこの業務を委託をするしようとしますってここに文章を書いているんですが、そのことが悪いわけではなくって、保健所政令市になるということは茅ヶ崎市の医師で茅ヶ崎市の保健所を運営することができるっていうことなんですね。なので、この保健所の政令市移行っていうものは保健所に関わる市民の健康に関わることとか、ね、赤ちゃんが予防接種に行ったりとかしますよね。そういったことをより身近な茅ヶ崎市で市民に合った形で茅ヶ崎市がこうしたいんだっていうことができるようになるっていうことでもあるんですね。だとしたら、私は神奈川県にこの、保護施設にねお願いするっていうのもそれはいいと思うんですけれども、一歩踏み出して茅ヶ崎市はそのお願いをする内容の中で殺処分はなくしたいよっていう意思を示せないのかというふうに考えています。で、全員協議会の中でも、この交流処分というのが基本というように考えるんですかというふうに質問しましたところ、現在神奈川県の保護施設においては、
譲渡をするというのを第一にして殺処分ゼロを目指しておりますので処分と書いてありますが、まあ、殺処分ではないんですよみたいなお答えだったんですけれども、ぜひこの文言については、検討をしていただいて、その中に殺処分をしない、あるいは譲渡を目指すというような、明確な方針というものをいられませんでしょうかということで要望をしました。ということで、今回今日の大きなテーマですけれども、犬や猫を殺さない町にしたいというふうにタイトルつけましたが、茅ヶ崎市が保健所をやっていくにあたって、そうした方針っていうものをどうにかその中に盛り込んでいけないだろうかということで今ご紹介をしています。私が企んでいるのはそういうことでございます。で、例えばですね、じゃあそういったことがどんな法律やらね、決め事によって運営をされているのかと言いますと、こちら神奈川県の資料をご覧になっていただきたいと思います。神奈川県にはですね、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例っていうのがあって、その中には知事は犬の使用者が第一項に規定する公示の期間の満了の日の翌日、または前項に規定する期日までに引き取らないときは、その犬を処分することができると神奈川県の条例の中に決まっています。で、このその犬を処分って書いてあるんですが、処分っていうのは決して殺処分だけを指すものではないんですね。譲渡というのもその管理を放棄することになりますから、譲渡も処分の一つになります。でもこれまでの、長い間あまりにも多くの、ある時には一番多い時には年間2万頭余りの犬を神奈川県内だけでも処分していたと言いますから、処分というのがどうやら殺処分っていうイメージを持ってしまうし、殺処分につながってしまうし、殺処分ができるということになっちゃうんですけれども、じゃあこれを殺処分ではなくて、もっと譲渡とか、動物をもっと保護する形にできないかということで、平成20年の3月には下の段である神奈川県動物愛護管理推進計画っていうのが、作られました。でこの中で、その愛護という観点から動物を保護する、それ飼い主の、役目というものを規定していくというようなことが書かれていて、約10年間の間には殺処分をゼロにしようという方針が打ち出されたのがこの推進計画になります。でその中でね、県及び政令護士の役割としてこのような下に書いてあるようなことが書かれているんですけれども、先ほどの横浜、川崎、相模原、藤沢、横須賀の五市と県はこのような方針で役割を果たしていくっていうことが明記されているんですね。赤くっていうかオレンジ色にしました、私なので動物の捕獲、収容、返還、譲渡っていう書き方をしています。処分とか殺処分ということはこの中には出てきません。そして動物愛護の普及啓発をしていくのだと。で中略の後ご覧ください。情報の集約と発信源として重要な役割に合っている、また市町村関係団体などの活動に対しても支援するなど計画を推進していく役割を果たしますと、はっきり神奈川県の動物愛護管理推進計画には書かれていますっていうことなので、茅ヶ崎市もこのような政令五市の中に例えば入っていくであるとか、茅ヶ崎市として保健所を運営していくのであれば、動物に関してはこういう方針でやっていくっていうようなことをどうにかこう明確に表していきたい、そのようにできないかっていうかしたいということで、今どんどんご説明をしています。これから先茅ヶ崎市では保健所政令市移行基本計画の市民説明会っていうのも行われていきます。それからパブリックコメントといってネット上でそこの、草案が公開をされて、それに対する市民の皆さんの意見というものを集めていきますので、その時にぜひ皆さんがこう思う、私に今日ねたくさんの方がいいねをしてくれたように、殺処分をなくすしない町にしていきたいという方がたくさんいらっしゃると思いますので、その人たちがどんどんとその意思表示をこの際このチャンスにしていただきますと、市としても後押しをされて、
はっきりとした姿勢を入れていくことが可能になります。私は議員をさせていただいていますけれども、議員一人ぼっちでいろんなことを言うより、市民の方がいっぱいでいろんなことを言って一緒にやれる方が絶対に通りやすいんですね。市の方も、その方が動きやすいですし、市の職員さんにすごく熱意のある人が一人いたとしても、いろいろな条件をクリアする必要がありますから、やっぱり市民の希望っていうことがものすごい大事になります。ですから今日たくさんの皆さんが見てくださっていますけれども、どうぞもし茅ヶ崎市がこのような、保健所を移行、保健所が政令市に移行するような時に、ぜひその中に盛り込んでほしいとか、茅ヶ崎市がこれから動物愛護に今腰を入れていってほしいとかっていうような、ことを思っていらっしゃる方がいたら、コメントで、市の方にもね、ぜひぜひ皆さんの意見を伝えていっていただきたい。これがここから数ヶ月の間にちょうどその時期が来るっていうことが今日の、メインテーマになってくるわけです。はい、そしてコメントありがとうございます。茅ヶ崎市が先頭に立って欧米レベルのペット事情にできないですか？で、私もぜひそうしたいと思っているんですね。例えば今日この放送をしますよということを Facebook で表明をいたしましたら、コメントも、いろいろFacebook 上でコメントもいただいてまして、その中にはね、ドイツは犬や猫の殺処分ゼロの国、彼らはペットを飼うときに保健所に行き、そこから新しい家族を見つけますっていうような、ペットショップに関するね、コメントなんかもいただいております。ペットショップゼロも望みますがっていうようなことを、コメントをいただいております。ペットショップをゼロにするっていう方針をじゃあ茅ヶ崎市が出せるかっていうと、今の日本の法律の体系ではそのようなことはやはりなかなか難しいです。ただ、保健所においてペットの譲渡っていうものをどんどん推進していこうよっていう考え方はできますし、今でも、いろいろな、里親さんのね、民間団体の皆さんにも手伝っていただいて、そういう活動をしています。で、私個人としては、ペットショップはなくしていきたいというのを思っています。これはペットショップで売り買いをしなくても成立するというのが欧米諸国ですぐに先進例があります。イギリスでは約30年間かかってそれを達成したとも言われていますので、日本でできないことではないんだと思います。あと、私の友人でやはりペットの、地域猫やペットの里親さんの会の活動をしている人がですね、セミナーのレポートですということで、近頃ね受けてきたよっていうセミナーの資料を今日送ってくださいました。で、それにはね、アメリカの事例が紹介されているんですけれども、すごくね面白い視点っていうか、こういう視点だといろんな人に受け入れてもらえるのかなっていうのが、ペットの過剰問題は税金の無駄遣いだというふうに考えるっていうんですね。シェルターに収容される動物が増えると、その維持経営や安楽死に膨大なお金がかかってくる、それらすべて税金の浪費であるっていう考え方をしたりとか、どこだこれ、環境汚染につながると主張、大量の動物の遺体の焼却には多大なエネルギーが必要、ゴミを増やし二酸化炭素の増加や大気汚染にもつながるっていうような視点から、アメリカでは、こういうペットの安楽死などを減らすための取り組みが行われているっていうようなことが、ご報告がされています。このね、諸外国の事例を見るっていうのも非常に重要なものだと思いますね。視点が変わるからもっとアプローチしやすい、いろんな人にアプローチしていくことができるのだと思います。コメントいろいろありがとうございます。いつでもお手伝いします。パチパチパチ、チューにありがとうございます。国際化を目指す日本なのにとても恥ずかしい。何回か前の方法で情報提供したワクワク公園の前の、逆しちゃった、前の湘南総研のブリーダーどうなったかな、ごめんなさい、今すぐ答えられないので申し訳ありません。それから、飼い主の免許制にすればいいんだよ、飼えると思って買ったけどいらなくなって処分してるとか増えてるでしょう。そうですね、飼い主さんの、意識の問題っていうのも重要になってきます。 Facebook やってないからな、 Google プラスにも上げてください。そうか、それもあるんだ。ペットショップ反対、ブリーダーから買えばいいのです。ブリーダーだよね、これね。中国に売ればいいんじゃない、なんだそりゃ、売ればいいんじゃないっていう問題ではないと思います。はい、まずペットショップなんとかしてや。ペットショップね、大きな問題ありますよね。全部が全部ね悪いっていうことではないのかもしれない、悪い人って言ったら変ですね、悪質なものではないかもしれないですけれども、そうではない方法で、動物の命っていうものを家族に迎える、あるいは、そうした中で家族を増やしていくっていう方法が取れたらいいと思います。
リーダーからだけ買えば問題減るで、こんばんは、お邪魔し、こんばんは、いや全部悪い、殺処分されたペットのお肉がペットフードになっていることをご存知ですか、これについては本当ですかというか、私は確証を持てないので何とも言えません。動物を店頭で売ってるペットショップは全部悪いと認識しております。ブリーダーだってピンキリだからね。そうそう、ブリーダーさんもね、そのちゃんと計画的にやっていかなければ同じことになってしまいますのでね、やっぱり日本全体で、どういうふうに動物を扱っていくのかっていうことが重要だと思います。そして茅ヶ崎は今よしってこうもう一歩踏み出せるチャンスがこの保健所の意向にもあるんではないかというふうに考えているわけです。で、例えば、保険、これこの間ね、とある不動産屋さんで見つけたんですけれども、ペットスタイルっていう本が発行されているんですね、この湘南地域で。で、この中には何が紹介されているかっていうと、ワンちゃんを熱中症から守ろうとか、この地域にある動物病院の一覧表とかがこのように載ってるんですね。で、次の発行が9月上旬っていうことで、まあ年に何回かはね、このようなフリーペーパーですよ、これフリーペーパーが、発行されていて、かつそこには広告主さんが入ってるんですね。広告を出してこういう冊子を作って、でもフリーペーパーを作って、でも、何それが主張になるっていうのが湘南地域だっていうことだと思うんですよ。ってことはやっぱりこういうね、ペットを大事にするとか、ペットが家族だと考えるっていう町から発信をしていくっていうことは重要だと思います。はい、そしていろいろありがとうございます。家畜を個人で飼えばペット、牧場で飼えば家畜、それもどうかな、僕をペットにしてください、それもどうかな、悪質なブリーダーがペットショップに卸すんやで、そうね、悪質なブリーダーから買わないっしょ、しょ、でも悪質かどうかってさ、わからないじゃない、そもそも買わないじゃな、買う買わないじゃなく、管理方法、うん、管理は大事よね、買う買わ、そうですね、例えばブリーダーペットショップ上等とかいろいろあるけど、まあ、管理ができなければ一緒ですからね。はい、それから、なんで人間が他の動物と比べて偉いと感じてしまうのでしょう。同じ時代に生きているなら進化面で全く平等なのに。すごい、そう思います。ありがとうございます。素敵なコメントいただきました。わあ、サプライズ。ユミさん、ありがとうございます。ペットスタイルは四半期に一度です。ああ、そうそう、これね。四半期に一度。じゃあ、年に4回出るんだね。もしかしてこの写真を撮った人かな、今のはとか思ったりして、そうそう、良いブリーダー、悪いブリーダーの選別はっていう質問が来てますね。そうです、そこをね、わからないからね、パッと見じゃね、わかります、それまでのブリード歴見ればわかるやん、ブリード歴、あ、そういう方法があるので、ブリーダーさんのそれまでの経歴みたいなものをね、確認できればいいわけね。ブリーディング歴を見ればわかるっていう方法があるわけですね。こういうのはブリーディング歴って、ごめんなさい、私はよくわかんないんだけど、例えばネットとかで調べられるの、そしてそれは確実なものなの、どれぐらい確実にわかるものなんでしょう。ご存知でしたらぜひ教えてください。食べてるのにね、動物を食べてるっていうことかな。私はベジタリアンではないんです。そして動物の命をいただいて自分の命にできるっていうことは幸せなことだというふうに考えています。変にね、無駄って言ったら変なんだけど、好きなだけ増やして好きなだけ殺しちゃうっていうことと、自分の命をつないでいくっていうことに役立っていただくっていうことはまたちょっと違うのかなっていうふうに私は考えています。で、それはもしかしたら何ていうのかな、言い訳なのかもしれないですけれども、私たち人間が生きていくために、必要な命というものは草でも何でもいただいているものなんだと思っています。そんな希薄な関係ちゃうで、ブリーダーと購入者は偽造できます。そうだよね、やっぱり偽造できたりもするよね。悪い評判ついたら新しく作るだけだから完璧なものではないよ。なるほどね、そうなんですよね。はい、コメントたくさんありがとうございます。感謝して美味しくいただきます。魚屋時代、魚屋時代か、どれだけの魚の命を奪ったことか、考え方で向こうからすれば同じこと、それは物を食べるっていうことの話なのかな。そしてそんなこんなをしているうちにもう3分45秒しかなくなってきてしまいましたよ。あ、そうだ、それでは横浜市が持っている、あるいは神奈川県の施設の画像が視察に参りまして、若干紹介させていただきます。まずこちら、皆様、黙とう。
はい、短いですけれども黙祷をさせていただきました。こちらは神奈川県の動物保護センターの慰霊碑でございます。こちらの保護センターは長く運営をされていまして、長い間には本当に相当数の殺処分が起きたところでございます。そちらの慰霊碑でございます。そしてこちらがその今の神奈川県の保護センターの、なんて言ったらいいのかな、ワンちゃんが1匹ずつこの中で過ごすという場所ですね。でこのここに来る子、ここに来るというか、この1匹ずついる子たちは何頭もいっぱいでいると噛みついちゃったりしちゃって、一緒にいると危険だからっていう子たちが多いそうです。そして次にご覧に立っていただくのが横浜市で3年前にできた施設なんですね。なんとこちらはもうね、なんかまるでね、ちょっと小さいワンルームマンション並みです。下は絨毯みたいに引いてありますし、冷暖房も効きます。ところがね、問題っちゃ問題で、要するにね、水で洗い流すことはできないんですって。さっきの神奈川県の施設の方はね、床とかをね、じゃあ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 こう水で洗うことができるのね。だからコンクリート張りだから冬なんかは確かに寒いんだそうですが、逆にこちらは絨毯になっていて、なかなか洗ったりするのが大変と。そして風通しっていうのが悪いということで、一長一短があるということが両方の施設に行って分かりました。それからたくさんコメントをいただいております。悪質なブリーダーって近親交配してるのかな、どうなんでしょうか。見に行けばわかるやん、ブリーダーの犬舎、犬舎ね、見ればね、だいぶわかることはわかるかと思います。しまくりだ、しまくりなんだろう、全部見せるわけがない。それもそうなんだよ、だから疑ったらキリもないしさ、どこまでどうできるかっていうのは問題ですよね。ペットうちの家族だからというのは、その家の中のこと、一歩外に出れば通用しないことを自覚しなさい。そうです、一歩外に出ちゃったら、何があるかは分かりません。今猫については特に室内外の方を、様々な団体が提案をしています。今の都市内、都市における、車の事情や伝染病の事情などを考えると、猫という動物というのは室内外が合っているのだというふうに考えられてもいますね。少年や刑務所で飼おうぜ、捨て犬などは、あ、こういうところにね、ペットがいるっていうのも重要なことだと思いますね。あ、あと3分って言ってくれる人がいる。今日たくさん見ていただいてありがとうございます。そして、あと59秒しかないんだ。じゃあちょっとね、最後はですね、次の家族をに会うために神奈川県の保護センターで頑張っているワンちゃんの姿ご覧ください。このようにですね、今訓練をしています。この子はなかなかこういう訓練がされていなくって、ここに来ることになっちゃったわけですけれども、5つのね、動きっていうのをこの職員さんがしてくれていて、今は、つけっていうね、足のところにつきなさいっていうね、訓練をしたり、これ止まれですね、止まっていなさいっていう訓練をしています。2ヶ月ぐらいかけてこの子はこの5つの動作を覚えたそうでございます。こういうふうにね、頑張ってる人がいて、頑張っている動物たちがいて、次の幸せな家族さんが見つけてくれたら、会うことができたら幸せになることができます。あと10秒しかないっていうわけで、保健所精霊士のことは茅ヶ崎市のホームページに載ってます。